こちら行きましょうか。新温泉町なんですけれども、ナマコ、まあ、海の宝石ですからね、ナマコって言われてますけれども、ちょっとプニプニっとした黒い感じが、グロテスクと言われてもね、美味しい美味しい、間違いない。あの古くから日本の食文化として愛されてきたこのナマコ、高級食材としても今重宝されていますけれども、はい、そんなナマコを使ってある変わった新商品がこちら新温泉町で開発されました。浜坂の名物を作りたいですね。浜坂っていうか新温泉町。江戸時代、物流の大動脈として活躍した北前船の風待ちの港として栄えた新温泉町諸寄。ここに店を構える風待ち港燻製工房は、普段は地元で採れたハタハタを燻製などに加工して販売していますが、この度新たな商品を開発しました。ここで販売されてるわけですね。そうですね、はい、あまりたくさん製造できるものではないですもんね。そうですね、はい、それがこの黒い宝石ナマコジャーキー。新温泉町産のナマコを乾燥させ燻製で仕上げた一品です。私の友達 の子供娘さんが小学生なんですが、一粒の黒い宝石ナマコジャーキーを一切れでご飯が一膳食べれたということです、はい、気になるお味。その前に黒い宝石ナマコジャーキーの作り方を見せていただきました。まずは新鮮なうちに内臓などを取り除いたナマコをちょうどいい温度で湯がきます。色が変わるんですね。赤くなるんですね。試行錯誤しましたね、はい、沸騰させたらダメ、沸騰してないでしょ。失敗しながら僕ね、レシピその都度で、あ、今回のいいなっていうのが20までしたんです。それがあれなんです。味付けして一晩乾燥させたナマコを桜のチップで燻製に。5キロのナマコから作られるナマコジャーキーはたったの500グラム弱。ナマコの持つ水分を繊細に加減し乾燥させ、食感や味にこだわり抜いた一品です。では一ついただいてみたいと思います。うん、食感はちょっと固めのグミのような感じです。でもあのグミのようにこうすぐになくなってしまう感じはないですね。ちょっとピリ辛で、噛めば噛むほど奥から味がどんどん出てきます。すごく美味しいです。こういうものが世間に広まったら漁師の人も地域を活性化したいんですよ。だから漁師の人も、あ、ナマコ取ったら売れるんだ、こういうものができて売れるんだ、ここの名産も作りたいんですわ。そしたらまあ地域は活性化すると思ってね、はい、力になりたいです、はい、黒い宝石ナマコジャーキーは新温泉町のフレッシュフード裏木でナマコが取れるシーズンのみの販売となっています。一切れでご飯いっぱいいけるって、いやー確かに、だって美味しそうですもん ね。もう広松さんは石川に 3年間いたんですよ。5年いて、ナマコって食べるんですよ、ナマコスって言って。あ、そうですよね、うん、私もね青森に8年間住んでたんですけど、はいはいはい、青森でも食べるんですよ。正月に食べるんですけど、うんうん、ナマコスが酒飲みの広松さんだったらいいんじゃないですか。大好き大好き、コリコリっとしてね、コリコリとして美味しいんですよね。でもこの食べ方は知らなかったん で、ね、味濃くなるんでしょうね。こうすると地域の活性化にもなりますね。で今ナマコっていうのは結構中国にも輸出されて、中国の人に大人気なんですよね、うんうんうん、まあ、これが新温泉町の本当に地元のね、うん、産品として起爆剤になればなと思いますね。本当ですよ。でこの黒い宝石ナマコジャーキーですけれども、はい、松坂屋高槻店で開かれる北前船寄港地フェアというものがあります。こちらに13日と14日に登場するということです。買いに行けるということですね。行ってみてください。